田久美子の11年189日ぶりの優勝で幕を閉じた樋口久子三菱電機レディース埼玉武蔵ヶ丘 GC においてディフェンディングチャンピオンにして米ツアーから戻って参戦した渋野ひな子は初日に61位と出遅れたものの28位で迎えた最終日に68をマークし最終的には9位に順位を大きくジャンプアップさせた だが、ホールアウト後の渋野日向子は何とも煮えきらない困惑の表情だ。ショットの感触が全然いいとは言えず、ショットの感触とスコアが比例してないようなツ日で、ちょっとよくわからなかったかな。笑い。もやもやしたものが残りました。ただ、ディフェンディングチャンピオンとして最終日に盛り上げられたかなとは思うので、すごい帰ってきてよかったなって思います。 インスタートの渋野ひな子は前半で3つスコアを伸ばし、後半に入ってからは10メートル以上のバーディーパットを2度沈めるなど、18ホールで6つのバーディー、2ボギーを奪った。とりわけ6番は下りの難しいフックラインで、本人もあれはびっくりしたという。ウェッジ1本分ぐらい曲がる感じで、右に打ち出したら入ってくれた。驚きしかなかったけど、 大歓声が起きてて楽ししんでもらえているのかかなと嬉しかったただショットで撮ったバーディーではなかったので1日を通じてショットとパッティングが噛み合った感じがないロングパットのタッチが合っていたのが最終順位につながったとは思いますショットにせよパッティングにせよ昨日が良かったからといって今日も同じような感触で打てるわけではないのはゴルフの常だ。 ゴルフの調子って本当に日替わり。調子が悪い時でもどれだけの確率でパーを拾えるか、どれだけパー5でチャンスにつけられるか、どれだけパープレイ以下のスコアで回れるか、そういうことを積み重ねていかなきゃと今年は思っている。しっくり来ない中でも4アンダーが最終日に出せたというのは今年の取り組みができたからだと捉えていますね。 米ツアーの参戦中に国内ではすでに2勝を挙げた川崎春花など今年デビューした新請も続々と台頭してきている嬉しいと同時に自分も頑張らないといけないという気持ちにさせてもらえる年下でもみんなライバルですし年下だからといって一緒に回って手を抜くということは全くないもっともっと年下の子が活躍してまだまだ下の子が出てくるのが楽しみ その一方で、同い年の勝美なちゃんとか、二つ元の西村優奈ちゃんとか、いろんな選手がアメリカツアーに挑戦できる時代になってきた。私も頑張りたい。次戦の t、OT、o t ージャパンクラシックにも渋野ひな子は出場する。今年の目標の一つが、t、OT、o t ージャパンクラシックにアメリカツアーの選手として出場することだった。 それが叶えられたので、すごく嬉しいですし、予選落ちがないので、4日間プレーできるのが楽しみだし、初日から頑張れたら、もうちょっといい内容のショットが打てたらというのが、どう大会に向けた目標かな。渋野ひな子が引き連れる大ギャラリーは、ナイスプレーには喝采を送り、ミスすれば渋野ひな子の気持ちを代弁するように、ため息を吐く。そうした素直な反応が、渋野ひな子は心地よい。 アメリカでもそういう反応はあるけど、やっぱり日本は一緒に喜んだり、落胆したりしてくれて、18ホールずっといい雰囲気で回らせてもらえる。それは力になります。日本のギャラリーと共に、1年ぶりとなる通算8勝目、全英女子オープンも含むを飾ることができれば、これ以上の幸福はない。それを再認識した日本女子ツアーの復帰戦だった。 金田久美子が115ランクアップアタヤ・ピティクルが2人目の10代1位女子世界ランキング10月31日付の女子世界ランキングが発表された米国女子ツアーは試合がなかったものの19歳のアタヤ・ピティクルタイが初めて1位に立った今季ベースは R ールキーとしてすでに2勝を挙げる活躍を見せており1位は時間の問題と見られていた リ,リアコニュージーランドが17歳で1位に立って以来の10代での1位となったこれによりコ・チンヨン韓国が1位から2位に転落リリアが3位ネリー・コルダ米国が4位につけている国内女子ツアーの樋口久子三菱電機レディースで11年ぶりの優勝を飾った金田久美子は265位から150位にジャンプアップしている その他の日本勢では、畑岡奈紗が10位から9位にランクアップ、古江彩香が22位、西野真央が24位、稲見萌音が29位、笹生優香が30位、山下美優が31位となっている、5ヶ月ぶりに国内戦に臨み、トップ10に入った渋野ひな子は38位、西村優菜47位、川崎春香51位と続く。 高校2年生、小畑ゆつはが、部位狙う渋子トークで襲撃、早くプロになりたいと思った、サンスポ女子アマ。トーマスカップ第39回、全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権は、11月1日から2日間、静岡カントリー浜岡コース、ホテル、小笠コース、6285ヤード、パー72で開催される。 優勝者に来年の女子ツアー富士 3K レディスクラシック本戦の出場権が与えられる大会で102人が参加。シード参戦の小畑裕葉16東京代々木港2年は全州の渋野ひなことのラウンドに刺激を受け優勝を狙う。ゴルフ界のサラブレッドが静かに闘志を燃やした。小学生以来2度目の出場の小畑が強い思いを口にした。 優勝して富士山系レディースの本戦に絶対出たいです。18ホールを回りコースを確認。ペアウェイの狭さや毎年参加者が苦しむ風を警戒した。攻めるゴルフをするのが自分の強み。2日間ともアンダーで回れたらと見据えた。東京西荻窪出身の16歳。 ティーチングプロで畑岡奈紗のキャディーも務めた父・裕智昭さんの影響で3歳でゴルフを始めた祖父と叔母がプロおじはティーチングプロというゴルフ一家で育ち幼少期から祖父が自宅の横に作った練習場で腕を磨いた60ヤードのレンジとアプローチパターバンカーの練習場を完備しており時間を気にせずできる 疲れていてもすぐそこにあるので練習してしまうという昼夜を問わずゴルフに向き合えるのも強みだ前週のツアー樋口久子三菱電機レディースに出場し第2日は渋野日向子と同組だっためっちゃ嬉しかった海外での話をたくさん聞きましたギャラリーがすごくて早くプロになりたいと思ったプレー面でも安定したドライバーショットを見て 体の回転の速さとか、トレーニングを積んで取り入れたいとヒントを得た。ツアーには4度出場し、すべて予選落ち。来年プロテストに初挑戦する予定だが、ツアーで優勝すれば、テスト免除でプロ転向できる道もある。ツアーで勝ちたいです。まずは予選を通って上位に行きたい。大きく膨らんだ夢。その第一歩を静岡で踏み出す。 高橋朝香、小畑悦葉、小畑悦は2006、平成18年3月29日、16歳。東京西荻窪出身。父の影響で3歳からゴルフを始める。荻窪中から代々木校2年。祖父はプロの武志さん、叔父はティージングプロの聖一郎さん、小川プロの奈美香さん。 2十2年東京都ジュニア優勝日本ジュニア女子15から17歳の部4位小学校から中学まで体操水泳トランポリンを習うなどスポーツ版の得意クラブはパタードライバーの平均飛距離は240ヤード159センチ58キロ全日本サンスプ女子アマゴルフ選手権女子アマチュアゴルフの発展を目的に 1984年に創設され、今年で39回目。東西の予選通過者とシード選手を加えた102人が出場。優勝者には、翌年の日本女子ツアー、富士山系レディスクラシック、静岡川名ホテル GC 富士市本線の出場権、3位タイまでには、同大会のマンデートーナメント、主催者推薦選考会出場権が与えられる。 歴代覇者には福島明子、横峯さくら、森田理香子、荒垣被災らが名を連ねる、静岡カントリー浜岡コースホテル、小笠コース18ホールと高松コース18ホールの全36ホール、太平洋を見下ろす雄大なロケーション、2019年に世界的設計家のリース・ジョーンズ氏による、 全面回収を行い、新しい世界水準のゴルフコースに進化した。グリーンは起伏に富み、繊細なタッチが求められる。プロ大会は、1974から2002年に、大道ドリンコ静岡オープン16年から、ステップアップツアー、ユキテル静岡新聞 SBS レディースなどを開催。静岡県お前崎市加古屋2070の2。